はいお疲れですえー、と今回はですね N1 の開幕戦とあと新日本の G1 の観客人数の差ちょっとこれについて僕の見解とかねちょっとその辺をとことん話していこうと思うんですけども僕は8.4の N1 の開幕と8.8の横浜 G1 の横浜武道館どっちも横浜武道館現地行ってるんですよでこの観客人数のね 圧倒的な差をこの目で見てしまったんで、ちょっとこれは言いたくて言いたくてしょうがないっていう風な感じなんですよ。僕、基本的にあんまりその新日本とノアを比較してどうのこうのって、あんま好きじゃないですよ。うん、あんま好きじゃないし、あんま興味なかったんですよ。もう今の団体規模感、もう選手層の厚さとかで、やっぱもう新日本とノアって差があるのはもう明確かなってるんで、 なんで、今更そこアーダコード言ってもしょうがねえよ。まあ、ノアは、ノアなりに、まあ、今や、一生懸命やってんじゃん、みたいな。うん、まあ、そんな感じなんで、だから、いちいちそこで、ね、観客動員数がどうこうとかって突っ込みとかっていうのは、本当はね、僕は、あんま好きじゃない。なんですけども、今回はちょっとどうしてもね、言いたくて言いたくてしょうがないっていう感じなんですよ。はい。今回の、ノアの開幕は、949人。で、新日本が2940人。約2000人差っすよ。 この2000人差ってさ、結構でかいっすよ。2000人って言ったら後楽園ホール以上っすからね。ああ、こんぐらい差出んだっていう。実際やっぱ会場で、実際のね、この会場のね、圧倒的なこの人数の差っていうのはね、 もうやっぱ明確でしたよノアはやっぱアリーナの,アリーナの席数がねやっぱ新日本と比べて全然少なかったしで上のスタンドとかもやっぱガラガラだったしで新日本はまあアリーナも結構びっちり席配置作ってで上も結構埋まってたんでねいややっぱいやちょっとこのこの差はねもう愕然としましたようんで今回まあこんだけこの観客動員 の差が出た理由っていうのはまあこれはねもう団体の規模感今と新日本とノアのもの明確な差が出たなっていうまあこれはもう当たり前の話なんですよただノアもねやりようによってはもうちょっとねこの開幕戦の観客動員数もうちょっとやり方によっては観客数集められたんじゃねえかっていうのは思うんすよさすがに新日本と同じ人数っていうのは正直難しいっすよ でも、もうちょっといけるんじゃねえかっていうのは思うんですよ。だからそう考えたときに、やっぱり今回の L1 って、参加メンバーが微妙い。まあ、パンチが弱いっていうとこですね。うん、まあ。悪くはないっすよ。今のノアのトップ戦線で活躍する選手を、まあ、集めてきたっていう感じなんですけども、ただ、やっぱりパッて見た瞬間の、 このカードのラインナップとか、この参加メンバーを見たときに、ああ、ちょっとこれ見たいな、チケット買おうっていうふうになるカードがほぼない。まあそんな感じなんですよね。要は、ファンが見たいと思う、そそるカードがないっていうことなんですよ。うん。だから今回参加選手が合計16名でしょもうちょっと参加人数でも増やしてもいいんじゃないっていうね。まあやっぱそんな感じは思いますね。だから今回のね、この N1 のメンバー、はっきり言っちゃうんですけども、 なんかね、ノアはちょっと手抜いてる感がね、僕はしてならないっていうね、ちょっと本気度が伝わらないって感じなんですよね。新日本はね、今回の G1、すげえ本気度みたいなのを感じましたよ。参加人数も予選やってかなり絞って、で、もう開幕のカードからね、どでかい花火を打つかのように、辻竹下打って、で、内藤高木打って、サ田ジェイクも打ってとかってね、新日本の G1 はね、すげえ本気度が伝わってきたんですけども、 N1 はね、本気度が伝わらない。まあ、これで一回ぐらいな感じがしてならないというところなんですよ。うん、やっぱね、この辺のちょっとノアの本気度が伝わらないっていうところが僕は致命傷だったなと思います。はい。はい。まあ、ただこれに関しては、まあ、やっぱね、さっきも言ったんですけど、選手層がさ、やっぱ新規とノアでやっぱ違うから、まあ、いた方ない部分はあるんですけども、ただ、ノアにはさ、まだまだ、 見たいと思わせる選手が残ってるんですよ。そういう選手たちが出てない。うん、要は、無駄に絞ってるだけっていう感じなんですよ。まあこれもう口酸っぱく言ってるんですけども、今回 N1 に出てない選手、丸藤杉浦、田中雅人藤田和幸、この4人がね、入るだけでね、だいぶ N1 の対戦カードのラインナップ、すっげー変わったと思うっすよ。うん まあ、この4人が入ったから、観客人数が倍ぐらい伸びるとか、そこまでにはならないと思うんですけども、まあ、もうちょっと伸びただろうっていうね。確実に、この藤田とか田中正人とか、丸藤杉浦もリーグ戦入ってたら、開幕戦はね、1000人は超えてたな。1200ぐらいは行ってたんじゃないかなっていう感じですね。まあ、カードのラインナップにもよるでしょうけどもね。まあ、そんなのは思いますね。はい。うん、なんでね、やっぱこういうところね、ちょっとノア、手抜きしてんじゃねえかなっていうね。 そんなのは思いましたよ。はい。なんか今のね、今のメンバーのこの16名、まあこれでいっかみたいな感じと、あとちょっとルチャ選手を多くしたり、あと NXT とかからのなんか外人選手を入れたりして、なんか中途半端に 新日本プロレス的なのをなんかやってんのかなみたいな。新日本の G1 も外国人選手を結構多めに入れたりとかして。なんかね、今ののは中途半端に新日本の真似事してねえかみたいな、うん。まあ、新日本とは若干テイストは違う私たちはルチャ多めでやりましたよ、みたいな。なんかそんな感じがするんですよね。でも、僕はね、そこじゃねえなと思うんですよ。ああ確かにルチャ。 ね、ワグナージュニアとかアルファン、アルファンウルフとか、まあいい選手かもしれないですよ、うん。ただね、俺たちが見たいのはね、ルチャじゃないんだよっていうね、うん。今のノアのメンバーだったらさ、ルチャよりも優先すべきは、ゴツゴツの戦いじゃないかっていうね。うん、やっぱそんなのは思ったっすね、うん。別にルチャ外せって言ってるわけじゃないですよ。ルチャも入れながらも、やっぱり軸となるのは、男同士の男子交換ふれる、 ゴゴツツの試合ゴツゴツ多めじゃないか俺たちが求めてるのはうんちょっとそんなのは思ったっすねはいでこれで今のメンバーに田中将人藤田和幸杉浦丸藤入ったらいやいい感じのゴツゴツでいいんじゃないですかああいいねそや田中将人いいよこれ 何田中のスライディング D をさ、そやが弾道で迎撃するとか。あーこれやばいね。後楽園でやったらもうドッカンだよ。あと、杉浦対藤田の野獣対決とかね。前もやりましたけどね、あれすげえいい試合だったんですよあ。とかね、この4人加わるだけでね、全然イメージ変わりますよ。はい。でね、もっとさらに言うと、石川修司、なんで N1 出さねえのだって、この間 N1 の開幕戦で、谷口のパートナーとして、 登場してで次のカルッツー川崎 g h c タッグ組まれてんでしょいやいやいや石川修司をさ N1 の目玉の一個にすりゃいいじゃんなんで谷口のパートナーのさ g h c タッグで目玉にしてんの違くねって石川目玉になるやんってはあちょっとこの辺ずれてねってねだってカルツー川崎で参戦できるんだったら N1 の開幕戦とかもオファーすれば来れるっしょ。うん。まあ石川の全スケジュール把握してないからあれですけども、もっと早い段階からオファーしておけば石川調整してくれただろう。うん。いやだからね、ちょっとこの辺ね、石川を何で無駄に g h c タックで消化してんだよってね。うん。それは思ってしょうがないですよね。もし仮にこれ石川が出たらね、いやー、いいっすよこれ。例えば、石川対イチ あ,いあ、名前変えたんだわ、もう。石川対稲村。いいね、これ。石川県王。あ熱いね、これも。石川対正喜多宮。いいね、これも。で、石川対藤田。あ熱い、これ。で、さらに石川対、石川対曽谷。くぅーく石川曽谷。やばいね、これ。もうこれ。 油まみれだよ。好楽園でこれ石川そややってみ。ああ、もう俺絶対チケット買うわ。好楽園でやったら絶対チケット買うわ。石川そや熱いわ。石川そや好楽園でやったらさ、マジこれ観客もう油まみれだよ。油は頭からぶっかけるからのことくらもうほん油まみれだよこれ。マジでよ。石川田中とかよ。石川藤田。石川杉浦。石川丸藤。 もうドリームカードしかねえじゃねえかよ。まったくよ。こういうとこ、なんで石川目玉に使わねえのかなってね。うん。石川入れるだけでね、観客人数ね、100から200人は伸びんじゃねえって思うんですよ。はい。うん。でもっとさらに僕の欲張りセット言うと、もう前から口すっぱく言ってる、新日本から石井借りてくればさ、いやもうこれ完璧だったって。石井借りてきたらさ、もう極上のゴツゴツ祭りだよ、これ。 何石井対そや石井対石川石井拳王石井清宮石井稲村うわもう完璧じゃんノアあもったいないまあ結局、まあ、石井はねこの夏の GI 外された期間は、まあ、AEW に行くことになっちゃったんですけどももしねこれもっと前からねノアが石井に先手打ってオファーしとけばさトニー・カンに,に持ってかれることはなかったんじゃねえかなって思ってるんでね いや、もったいないよ。せっかく石井が G1 外れ、G1 から外れたタイミング。そして、石川が、まだ特別枠として、まだ目新しく目玉にできるこのタイミング。もったいないよ。で、そこに藤田田中も入れる。もったいねえ。で、丸藤杉浦もちゃんと入れる。もったいない。こういうとこだよ。爪が雨。あー、まあ、っていうわけでね、もう言って言えばもう基本と切れないですけども、とりあえず、ノアは、もったいない。やろうと思えば、 観客動員、観客の熱をもっと上げられるカード、リーグ戦組めるのにもったいない。もう俺たちが見たいのはルチャじゃねえんだよ。俺たちが本当に見たいのは男同士の男子交換溢れるゴツゴツの戦いなんだよ。ルチャ多めじゃねえんだよ。な、もう俺たちは油を頭からぶっかけたいんだよ。そんぐらい男同士の いいゴゴツツが俺たたちは見んだよこの熱いゴツゴツを今作れるのはノアが一番適任なんだよ。それはなぜか。このゴツゴツスタイルの新世代の筆頭学、ソヤマナブがいるからだよ。今、ソヤはね、このゴツゴツ界の新たなニュースター。僕はそう見てるんでね。ソヤのね、このゴツゴツはね、僕最近結構ツボに来てるんでね。 で、そこに、まあ、コスチュームチェンジしたからちょっとあれだけども、稲村もさ、いい感じのゴツゴツ感を出せるようになったから、今ね、いい感じのこのゴツゴツワールドを作れるはずなのに、そこを活かさないのはもったいない。元井美紀を喜ばせるために N1 やってんじゃねえぞ。本来喜ばせなきゃいけないのは、俺たちファンなんだよ。元井美紀とか、松木里奈、女子目線受けのルチャ多めじゃねえんだ。俺たちの青春、ゴツゴツを、もう一度見させてくれ。はい。 はいっ、まあ、ていうふうなところが今回 N1 と G1 の観客動員が大きく差が出てしまった僕なりの見解っていう感じですねはい、まあ、もう一回最後に言いますけども別にルチャ多めでもいいんだよ、うん、ただルチャ多めやってくるんだったらさ同時並行でさごつごつ多めこれも同時並行でやればいいじゃんいいじゃんルチャとごつごつの複合、うん、いい N1 作れるじゃんこういうところが 観客動員に大きく響いたまあこんな感じですね。はい以上です。はいまあてな感じでまあいろいろ言ってきましたけども結局何言いたかったっていうともし仮にこのメンバーにプラスで関本大輔も入ったらあもうこれやばいねこれやばいもう N1 全部見に行きたいわってなるよってこと。